オンチャン夢パワー大冒険は北海道テレビ放送にて2003年8月5日に単発で放送された長編テレビアニメ HTB 発の自主制作アニメであり HTB 開局35周年記念特別番組として放送された一部テレビ朝日系列局でも放送された HTB のマスコットキャラクターオンチャンを主人公としている 東京国際アニメフェア2003東京アニメアワードフィルムフェスティバルでも上演された2004年11月24日に発売された DVD オンチャンに収録されている HTV のバラエティ番組水曜どうでしょうとのコラボレーションも行われており同番組での平岸高大公演での前枠5枠を連想させるシーンでは番組出演者の大泉洋と鈴井高之が 本人役で出演している。パレード制から地球にやってきたおんちゃんと仲間たちは東京から札幌に引っ越している健太とハルかの兄弟が乗った飛行機に接触し牧草地のど真ん中で出会う。親とはぐれてしまった兄弟が無事札幌の家に行けるよう一緒に旅をするが行く手には様々なアクシデントがあった。そんな旅の中、 最初は引っ越しを嫌がっていた、ケンタの心にも変化が現れる。キャスターについては、オンちゃん、オンちゃんの仲間を参照。夢見る、力 HTB の50年。https://www.htb.co.jp/.htb/.go.hb2、html5、sd、html、ページ。 46、HTB 開局35周年、記念特別番組、オンチャン夢パワー大冒険。www.htb.co.jp。2020年9月13日閲覧。オンチャン、国立国会図書館サーチ。2020年9月13日閲覧。夢見る、力 HTB の50年。 h t t p s w w w h t b c o j p h t b 5 o d h b 2 html5 sd html ページ60解説アラスジオンチャニュメパワー大冒険作品ヤフー映画2020年9月11日閲覧ありがとうございます